皆さんこんにちは。今回はこのアインクラッドゴミ袋オーダー引いていこうと思います。まあ、なんかこの福袋のことゴミ袋とかゲロ袋とかエチケット袋とか闇袋とか、まあそういうこと言う人いるんですけど、今回はこの福袋オーダー引いていこうかと思います。もうすぐ SAOIF5 周年とか、あの映画プログレッシブなんとかのスケルツォってやつが出るんですけど、それの記念オーダーですね。多分出るんですけど、この福袋オーダーね、先に引いちゃいます。多分そういうの来ると俺そういうの新しいオーダーとかに目移りしちゃって引けなくなっちゃうと思うんで、で5周年で多分新スキルレコード、いや多分っていうか来るか分かんないけど、まあ多分新しくその課金する要素が来ると思うんですけど、まあそれのためにねジェムを貯めておいた方がいいとは思うんですけど、まあ福袋引いちゃいます。俺いつもね福袋引くやつね動画にしようと思ってたんですけど、なかなか動画にできなくて、っていうかこれ引く勇気がなくて、やっぱなんていうかこう安定思考安全思考っていうの、なんか外れたら嫌だなとか思って、ずっとステップ5のさこういうやつステップ5までやって、でステップ5で新スキルレコード確定のやつばっかり引いてたんですけど、まあなんか爆死ばっかりだったんで、そっちがもうなんかこっち引きたくてずっと引きたいって思ってたし、こっち引いちゃおうかなって。でやっぱあの消防エギルとかなんか火消しエギルとかね入ってるんですよ、一応ラインナップに。でそれ以外ダーミスのオノモットは来てないんですよね。これから来るかどうかもわかんないし、でまあそういうやつとか他にもね普段狙えないような、まあこういうねスカルクラッシュエギルとか、まあいろいろあるんですよ。で福袋だとねなんかいっぱい星読んでるし、なんか出たらいいなくらいに思ってるんですけどね。まあこういう楽印とかもすごく欲しくて、まあその代わりねあんまり引きたくないスキルもいっぱいあるんですけど、もういつもビビって引けてなかったんで引いちゃいます。やっぱねガチャを楽しむのもまあゲームの楽しみ方の一つかなと思ったので、じゃあちょっと引いてみますね。まあ検証みたいな感じって思えば検証というか、まあ結局運ゲーなんで当たるときは当たるし当たんないときは当たんないんですけど、お縦縦来い来い、あ来ない。いやもうほんとさ福袋だと一個一個当たるかもしんないから飛ばせないですね。あ飛ばしちゃうね、飛ばせないと言いながら飛ばしましたけど、お片手直剣なんだ、おいきなり来るか、あ来ないじゃん全然。いやでも3枚ぐらいは最低来て最後の2枠で、おあらあら、お探検なんだろう、刻印とか来てほしい、刻印とか入ってたっけラインナップ、あなんか全然来ねえじゃん。槍槍なんだこれ、123、あおお来た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 、来い来い、おおなんか何も演出なんないない、いらない、まあいいや。これおアビリティなんか来るかな、パワーライズじゃなくてなんつうの、ダー800とかなんか、おい来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 いよ来いよ、おいいらない、えアビリティ来い、アビリティなんかいえマジでし、やい爆死爆死まあ2枠保証されてるからいいか。いやでもマジでさ、なんもいいの来なかった時の絶望。おお、なんだ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 、覚醒か、なんだ、おあーこれ持ってたっけ、おやつ休憩シリカ、あれなんだっけ、あれだよね、お茶会アリスとかがオーダーで出た時の、あなんだろうなんだろう、なんかやべえワクワクする、やっぱ福袋ワクワクする、おーおーいいね、あなんか普通にいいな、いやでもそこまでいいってわけじゃない、あそんないらないか、いやそんないらないかあブーストデバフじゃん、毒ブースト出血ブーストいいね、やったこれあればね、あれだよ94層ダンジョンのあれあのデバフいっぱいつけるみたいなやつやりやすいね。これは持ってるかもしんない、奮励努力、いやーこれちょっと見て、限界とは持ってるね、これ持ってますね、
あ、いいね、新規2枚来ました。じゃあね、もうふんだんにジェムを使ってってね、みんなね、あの尻込みして引かないんでね、俺がね引いちゃいます。これもっといっぱい引いてくよ、もう全部ジェム使うかもしれないかもしれないちょっとねビビってるけどね。いや使うと思う、この流れになると。わかんないけど、おー、なんかいらなそう、多分弱いこれ。まあでもね、5周年で何来るかわかんないからね、なんか後でまたなんかね、昔のスキルがさ強くなるとかあるかもしれない。だってさ、直剣モッド出た時さ、急に闘魂ブローリズベットとかさ、あの眼帯アリスとかもさ評価されてさ、まあなんか前から強かったんだっけ、眼帯アリス。あ、お、モッド、お、おや、お、モッドモッド、お、え、あれ、これいいやつじゃ、え、これ確かいいやつじゃなかったっけ。やべえやべえやべえ、テンション上がってきた。お、来た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 、あ、やばい、福袋楽しい、福袋、ノーシルが、あ、楽しい、おいっぱい来るよいやー、限られたジェムで引く福袋は至高ですな至高ですよ。いやー、おなんかまた来た、なんか来た、あ、なにこれ、なにこれ、なんだっけ、壮絶な、あれ、アビリティ、なんか微妙そうだけど。お、片手直剣、直剣モッド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 、はい、直剣モッド、あ、直剣モッド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 、ちょ、冴える剣才。あー、楽園欲しいな、楽園。おい、来た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 、来い来い、楽しい、楽しい。あ、いらね、持ってる、あのなんかテニスのドロップショットをするときみたいな格好してるリズベット。あの一時期なんかツイッターでツイートしたらなんかみんな反応してくれたやつあ、これも持ってるね、これ持ってる、あの、あ、これ、あーあーあ、これか、あー、槍のコネクトばっかり増えてくな、俺すげー光ってる、 1,2,3,4,5,6 枚。これだよ、ほら、テニスみたいなさテニスのこの何、ドロップショット、何、あのバックハンド、ドロップショット、なんかこれが、あー、一定確率か、なんかあまりよろしくなさそうな。これが、あ、覚醒、いいね、スタックブーストじゃ、やった。自分の HP が 75% 以上の時、クリダメが上がる、弱点発見状態の敵に、あー、なかなかいいですね。これが、ただのアクアコンバージョンの方が来られましたね。あー、今のところちょっと微妙だなー。あー、まあ、いっか、いいよいいよいいよ。いや、もう、もう一回引く、もう一回引く、引いちゃって、いや、もう全部ね、ジェムをふんだんにね使っていく。いや、もうあの、これでね、もうほんといいの来なくても俺は後悔しないと思いたい思いたいだけ。いや、でもマジでみんな福袋引かねえから、俺がねちょっとここで引こうかなと、うん、なんか嫌な予感してきた。やっぱそういうね、映画オーダーとか5周年とかね、控えてるこの頃にね、いっぱい出る、いいのがね、いっぱい出るイメージだから、いやー、出ないかもしんないけどな、なんかいいの来ないかな、でも福袋、ちょっと早まったかな、まあいいや、うん、後悔しない、うん、後悔しないよ、変なの、あの、あー、うわー、でもね、2枠確定、あの、保証があるから、確定枠2枠あるからまだまだ希望はあるはず。いや、いける、いけるぞ。新規をね、1枚でも多く、新規っていうかやっぱ持ってないやつ1枚でも多くね欲しいので、やっぱり来い来い。片手再建、なんだろう、なんだろう、あ、なんだっけこれ、なんか使ったっけ、
アビリティなんか来い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 、うーん来い。お、なんだろうこれ、なに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 これ、来い、おお来た来た、アビリティなんだろうこれ、え、来い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 、おお覚醒か、覚醒か、お覚醒、おおお来た、おお、やばい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 、シロクマシリカ来た、やった、やばい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 、おお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 おすげえ、広範囲全体攻撃の片手再建、あ、いいね。いやーもう白熊シリカ来たならいいや、うん、俺はもう後悔しないことにしよう。片手再建だっけ。いやもうこれはあの思い切って引いたから悔いはない。もう当たると思って外れるとあの悔いがある、残るんだけど、これ攻撃モーションどうなんだろう。あーこれか、ほらあの星さんの優美一戦アスナと一緒か。あでもまあまあいいでしょう。新規スキレコ結構出たな、案外ね、かぶらないもんだね。まあ少しかぶったけど、いやーもうちょっと引きたいな。今回の成果これだけですね。 1,2,3,4,5,6,7、あと13か、13枚出ましたけど3周で、うーん、なんか大したもん出てねえな。なんか使えるやつ出てるのかな。アドバンストルーパーとブレイク特攻、ブレイク特攻、これぐらいだよな、いいやつ。まああの良い子は真似しないでねということでまあ楽しかったんでいいです、もう全然いいです。もうガチャね、楽しむために引いたような感じなんで、まあコツコツ課金はしたけど、まあ悔いはないので、もうずっとね引こうと思ってね、やっぱためらってたりしてたから。いやでもやっぱ5周年控えてる時にね、あんまり引いちゃいけなさそうな時期に引くオーダーは至高ですよ本当にこういう時に引くのがねやっぱ一番楽しい。なんか俺バカなことしてんなーみたいなやっちゃいけないことしてる感がね楽しいですよ。まあ、真似しないでねということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します、バイバーイ。